フォートイゾルデにはロザリア貴族だ。やあ、最近よく顔を出すじゃないか。君のために何か面白い話を仕入れておくべきだったな。結構だ。お前の小話を聞くとろくなことがない。君がシャレを下さんだけだろう。さて、今日は何だね。鉄王国について教えてくれないか。あの国のことを詳しく知りたい。ドレイクブレスが次の標的ということか。あれが位置するのは荒波に浮かぶ絶海の孤島。かつてロザリアでドルスタヌスと呼ばれていた聖地だったが、長らく鉄王国に占領されている。鉄王国、それはバリスゼアの西部当初を領土としている宗教国家だ。だが同じ宗教国家でもザンブレクが宗教を祭りごとに利用するのとは異なる。鉄王国はそれ自体が国家の基盤となっているのだからな。クリスタル聖教、それがかの国の根幹。クリスタル聖教はマザークリスタルを聖なるものと崇めている。故にその一部をクリスタルとして切り出すばかりか、ただの道具に貶めるような魔法の使用を禁忌とした。信徒どもに言わせればエーテルは汚れであり毒というわけさ。その毒を喰らい魔法を行使するドミナントを兵器として扱っているのも特徴の一つだろう。今から約80年前のこと、風の大陸北方のマザークリスタルドレイクアイの消滅を機に、北部諸国とロザリア公国が衝突した。この大規模な戦の陰で鉄王国は公国領を侵犯するに至る。ドレイクブレスを抱くドルスタヌスとロザリア最大の聖地を実効支配する形でね。公国側の抵抗も虚しく、クライブ、君が物心つく頃にはもはや遠征以外で立ち入れぬ地になっていたはずだ。そしてロザリアが滅んでからはドレイクブレスは完全に鉄王国のものとなった。時を経てついに奴らは大陸進出の足がかりとなる要所を手に入れたというわけだ。信仰の対象たるマザークリスタルを持ち、大陸への玄関口ともなるドルスタヌス、彼の地はまさに奴らにとっても聖地となった。今この時もクリスタル聖教の教えのままに他のマザークリスタルを狙っているのだろう。俺が子供の頃もロザリアと鉄王国はドレイクブレスをめぐって戦をしていた。フェニックスゲートで事件が起こったのも奪還のために本格的な戦端を開く前夜だった。その後統制を失ったロザリア軍は鉄王国の侵略を許し、ジルを含む女子供がさらわれたというわけか。どうだねクライブ、ついでに祖国の復讐も果たしてみては。俺はドレイクブレスを破壊しに行くだけだ。参考になったよ、ありがとう。よし、ジルと話をしたら出発しよう。フォートイゾルデにはロザリア貴族。また遠くまで出かけるんだってね。これでやっと。ジル、支度は？あらかた済ませたところ。君は言っていたな、やり残したことがあると。ドレイクブレスに行く前に聞かせてもらえないか。それが一体何なのかを。クリスタル聖教の最高指導者、大司祭イムランの息の根をこの手で止めることよ。それが自分の過去と向き合い決着をつけるただ一つの方法だから。大丈夫、
無茶はしないわ。クライブが支えてくれるって言ったもの。知る。マザークリスタルの破壊も私の目的もどちらもやり遂げてみせる。行きましょう、ドレイク・ブレス。ああ、そうしよう。海の氷結、それを繰り返して霧を作る。こんな風に力を使うとは。鉄王国にいた頃、諸国の警戒を逃れるためにいつもやらされていたことだから平気。そうは見えない。あの地に潜り込める機会なんてもう二度と来ないかもしれない。だから打てる手は全て打たないと。分かった。見えたわ、鉄王国のマザークリスタル。ドレイク・ブレス。激しい海流に岩礁、それに加えてエーテルだまり、さながら天然の砦だな。でもここは島の裏側、この小舟一艘ならまず気づかれないと思うわ。クリスタル神殿は山の中よ。このまま山道を登っていけば裏門から中に入れるはず。よし、行こう。それにしてもこの島を歩く日が来るとは。昔はロザリアの聖地だった。ずいぶん前に鉄王国に支配されたがな。あなたに会うまで私はずっとここにいたの。だから少しは案内できると思う。この道はエーテルだまりができてから警備もないわ。潜入には持ってこいか。明石屋。私がいた時よりエーテルダムが広がってる。厄介だわ。早く倒しましょう。待てよ。取る。もともと地揺れが多いの、心配ないわ。
荒れてるなんてひどいわね。待て、
つぜ。クライブ。やけに熱いな。熱で溶けた岩が流れ続けているから。でも前より激しくなって。これはまた地雷が。さっきより大きくなってる。何か変だ。雷。いくら何でも数が多すぎる。気をつけて。
ですか。神殿が近いわ。こいつは生もの初めて見る。俺たちを逃がす気はないようだな。魔物がどうして。こいつが暴れたせいで火山が活発になったのか。フレイムリザードはめったなことでは暴れない。ともかく今はこいつを倒す。No!
怪我は大丈夫よ。ありがとう。今の戦いで兵士たちに嗅ぎつけられないといいが。あそこから大聖堂に入れる。神殿に繋がってるわ。早く行きましょう。干からびる前にね。そうだな。神殿に勤める従者たちの居住区よ。ここから人が多くなるわ。見つかって騒ぎにならなければいいが。ええ、でもあの人に会えれば切り抜けられるはず。あれ、おば様、私よ。そんな、あんたジル、ジルなのかい。ええ、おば様、ここではいけない。こっちへ。それにしてもよく無事でいたもんだ。おば様も。なんてバカな娘だろう。どうして戻ってきたんだい。せっかく自由になったってのに。ごめんなさい、おば様。でも私にはどうしてもやらなければならないことがあるの。教えて、大司祭はどこに。今この時間なら祈りを捧げているはずだけど。まだあんな儀式は。クライベン、私の目的もクリスタル神殿よ。行きましょう。おば様、今すぐこの島から逃げてください。あんたまさか。エネラック、ノール。ジル、来たぞ。おいで。神殿まではすぐだ。さあ、早くお行き。おば様、これまでずっと面倒を見てくれて本当にありがとう。さようなら、マーレイおば様。あなたへの恩は忘れません。どうかいつまでもお元気で。いいね。あんたこそ絶対に死ぬんじゃないよ。
行きましょう。神殿まで突っ切る。ああ、鉄王国の警備兵か。邪魔する奴は容赦しない。雷の力だ。大司祭イムラン、あの男は教えを隠れ蓑に下道の限りを尽くした。奴だけは必ず私がこの手で。ああ、分かってる。君の過去に決着をつけるんだ。残すはこれだけ。このまま押し切れ。
貴様は芝のドミナント。死に損ないが許しでも恋に来たか。私はこれまであなたに従い戦ってきた。すべては私と同じようにさらわれてきた娘たちを守るため。でもあなたは何をした？私の目の前で彼女たちを手ごめにして殺した。ゲスがエーテルに毒された魂は清められねばならん。あれはジョーか、魂の救済。そうとも、全てはクリスタルの導きなのだ。わきまえよ、卑しき獣め。貴様のように汚れた血はこの神殿への立ち入りすら許されるということを忘れたか。そうね、私は獣だった。この血はきっと誰よりも汚れている。考えることをやめ、心を捨てて、あなたのような悪魔に手を下すこともしなかったのだから。これは私の後悔。でも私はもう二度と獣にはならない。獣を生み出す悪魔も野放しにしない。獣ごときが主人である私に歯向かうつもりか。所詮はドミナント、エーテルに蝕まれた不浄の存在よ。なんとおるかな。この身が不浄というのならば、大司祭イムラン、お前はそれ以下の存在だ。私はここで因果を断つ。その汚れた血の前に膝を折るがいい。殺せ。なんだ、
ぜだ、なぜ権限できない。終わりだ。
コアを。これを使って消滅するわ。なんだと？貴様、貴様、自分が何をしたのか分かっているのか？ええ、分かってる。だって私は汚れた血を持つ悪党なんだから。クリスタルを崇めるのはもう終わり。終わったな。なんとか。体の痛みはどうだ？少しだけ。無茶をするなと言っただろう。心配かけてごめんなさい。でもこうでもしないと私は胸を張ってあなたの隣にいることができないから。クライブ見て。なぜフェニックスゲートと同じものが。長くはない、脱出しよう。ええ。ジル、どんなことがあっても胸を張って生きていくんだよ。ジョシュア様、こちらへ。
あ、違う。何かお薬を。親切にありがとう、お嬢さん。でも私は大丈夫だから、あなたの気持ちだけいただいておくよ。そうですか。ではお大事に。今一瞬わずかに兄さんを感じたよ。まさか。アルテマの意志が兄さんに近づいたんだ。この5年動きがなかったというのに、封印が弱まっているのか。ジョシュア様、君の手が汚れてしまう。難民たち、彼らも行き先は同じだろうか。仕事と食事を求めてクリスタル自治領へ向かっているのでしょう。黒の一帯の広がりとともに難民は増える一方、さらにダルメキア軍が動いてからは交易も制限されています。しかしジョシュア様はなぜ自治領へ。リオン・ルサージュに会う。ではザンブレクの王子に謁見を。武勇誉れ高き青龍騎士にして、オーディンと並び最強と謳われるバハムートのドミナント。子供の時に一度だけ会った。噂に聞こえる彼の人徳はあの頃から続けた努力の賜物だろう。ですが我々の話に耳を傾けてくださるのでしょうか。世界はゆっくりと混乱に満ちていっている。ザンブレクも例外じゃない。この混乱の陰に奴のアルテマの存在を感じるんだ。僕が思っているままの彼なら、ルサージュ教ならきっと何かに気づいているはず。マザークリスタルが失われ、約束された繁栄は揺らぎ、黄昏が世界を包む。クリスタルの加護の下で生きるのは仮初めであれ幸福だ。だがそれは自らを檻に閉じ込めるのと変わらない。一方で加護を離れて生きるのは苦難の道。でもそれは同時に僕たちが自由を手にするということ。人が生きていく上で必要なのは加護という名の呪縛か、混沌という名の自由か。僕にはまだ答えがわからないよね、兄さん。ジョルジョ様、ダルメキアを迂回しましょう。多少遠回りになったとしても休みながら進むべきです。お体を大切になさいませんと、大義をなすためにも。分かった、そうする。行こう。
陸軍の奴らに未だ自治領に入ることすらできんとは何をやってるのか。ザンブレクの守りが想像以上に固く手こずっておるのだ。貴様ら海軍も少しは役に立ってみせろ。クリスタル自治領を我が物にしようとは忌々しいザンブレクめ。だがこの被害では撤退も考えねばなるまい。戦から遠のくほど判断もできなくなる。連中が手強いのは地の利を生かしているからだ。自治領の特異な構造をな。それに加えて奴らが蓄えている食料は数年分。持久戦でもこちらは分が悪い。さてご列席のおいら方、後先考えずに始めた戦の戦況には満足かね。軍は疲弊し、補給すらままならんじゃないか。貴公が戦場に赴けば、事態は早々片付くのでは？もし俺が出れば、奴らもドミナントを出す。タイタンとバハムートによる召喚獣合戦だ。自治領解放の戦で島ごと沈めてもいいのなら望み通りにするが。そこまで言うなら相談役としての妙案を聞かせていただきたい。ふん。まさか侵攻後アナベラ。まさか。なぜここにいるんだ。一体どういうことだ。クプカ卿、これはどういうことか。無能どもめ、祭り事とは常にこうやって手を打っておくものだ。しかし、評議員どもの面は滑稽だった。ここにあんたが来るとは思いもしなかっただろう。なあ、アナベラさんよ。かくいう俺もあんたの姿を見るまで誘いに乗ってくれると思わなかったがね。クライブ・ロズフィールド、滞在人シドの正体がまさかあんたの息子だったとはな。さぞ驚いたのでは。さて一体何のことだか。罪人の知り合いなどおりません。産んだ覚えもない。私はただオリビエ皇太子殿下に付き従い、このくだらぬ戦を終わらせるために参ったまで。まあいい、あんたの承諾さえ得られるなら十分さ。シドは愛するベネディクタの仇、必ず血祭りにあげてやる。俺の手で確実に。そうすりゃあんたに残った汚点も消える。ようやく枕を高くして眠れるってわけだ。その代わりザンブレクの方の舵取りは任せたぜ。親愛なる信仰豪様。女一人のためによくやるものよ。ドミナントといえどやはり下船の血が流れていては哀れで
醜く愚かなこと。もうすぐですからね、オリビエ。私の可愛い坊や。もうすぐザンブレク公国はあなたのものに。正当なる第一皇位継承者として、あなたがザンブレク信仰の座につくの。そして全てが潰し合った先、新しい世界はあなたのものになるのです。ジルの具合は大丈夫だといいが。